ティアゴ・バガロソダ、コスタ・モンテイロは、ポルトガル出身のレーシングドライバーである。2005年から2006年にかけ、F1 に参戦。ペドロ・ラミー以来9年ぶりのポルトガル人、F1 ドライバーとなった。2005年には、F1 史上最多となるシーズン18戦完走という、記録を残している。2007年は、世界ツーリングカー選手権にセアトスポーツから参戦し、 その後2012年途中よりホンダレーシングチームジャスに移籍した。ポルトガル北部の都市ポルトに生まれたモンテーロは父の影響でレースキャリアをスタートさせるが、初めは単なる遊びであった。彼が本格的にレースを始めたのは20歳からと遅咲きであり、しかもポルシェカップから F3 にステップアップするという一風変わったキャリアをたどった。年に フランスポルシェカップのチャンピオンに輝き、翌年からフランス F3 に参戦。初年度にランキング12位となり、ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝くと、翌年以降も参戦を続け、その傍ら1999年には、ルマン24時間レースに GT2 クラスで参戦し、部門6位という成績を収めてもいる。フランス F3 において二千年と二千一年にシリーズ二位を得た後、 2002年には国際 F3000 に参戦。この年はルノー F1 の育成ドライバーに選ばれ、同チームで初めて F1 マシンのステアリングを握っている。2003年には渡米してカートに参戦。エマーソンフィッティパルディが創設しこの年から参戦を始めたフィッティパルディディグマンレーシングに所属し、ポールポジション1回を記録したものの、 レーナードシャシーの戦闘力の無差に足を引っ張られ、年間ランキングはシーズンフル参戦したドライバーの中では下から2番目と低迷し、チームそのものも資金難でシーズン終了後に撤退したためアメリカにおけるシートを喪失した。続く2004年はヨーロッパへと戻り F1 のミナルディチームでテストドライバーを務めると同時にカーリンモータースポーツから ワールドシリーズバイ日産に参戦し、シリーズ2位を獲得。この結果は評価され、選手権のルーキー・オブ・ザ・ヤーに選ばれたばかりでなく、その年のオートスポート市において、F1 以外の選手権のベストドライバー部門で5位に選出された。2005年2月1日、ジョーダングランプリとのレギュラードライバー契約を発表し、ついに F1 レギュラーシートを得る。 2005年アメリカ GP 開幕当初は、マシンの低いポテンシャルから目立たなかったが、開幕戦から第16戦まで連続完走を果たすなど、開幕前には誰も期待していなかった安定性を発揮。第17戦ブラジル GP では惜しくも残り15周で、エンジンブローに見舞われ、リタイアとなったが、続く残り2戦では着実に完走を果たし、 年間18戦完走という F1 史上初の記録を達成。連続完走を続けていた中での第9戦アメリカ GP ではミシュランタイヤ勢のタイヤトラブルによる大量出走取り留めもあり、ポルトガル人初となる3位表彰台を獲得。同時にこのレースで6ポイントを獲得したことで、それまでポルトガル人 F1 ドライバーの中で唯一ポイントを獲得していた。 ペドロ・ラミーを抜き、F1 における、ポルトガル人獲得ポイント数1位のドライバーとなった。このレースの表彰台では、1位のミハエル・シューマッハ、2位のルーベン・スバリチェロが、喜び少なく表彰台を後にしたのを尻目に、一人でシャンパンファイトを繰り広げよはしゃぎしていた。また、ウェット、コンディションとなった第16戦ベルギー GP でも8位、入賞し、実力でポイントゲット。 シーズンを通してチームメイトのナレーン・カーティケアンより好結果を残し、同年のルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。M16 をテストするモンテーロ2006年はジョーダンから生まれ変わった MF1 レーシングのドライバーとして残留するが、前年とは違い安定性が見られず、組織が変更されたチーム内で、スポンサーの力関係の影響を受け孤立してしまっていた。 アルバースに追突するモンテーロチームメイトのクリスチャン・アルバースとの相性も悪く、レース中にオープニングラップで3回同士打ちの接触事故が発生。モナコではフロントウィングを降りピットイン。カナダではアルバースがリタイア。アメリカではもらい事故のような格好で接触。後にアルバースはリタイア。モンテーロ自身も佐藤拓馬と接触、リタイアしている。 この年のミッドランドのマシン M16 は戦闘力にかけ決勝での最高位はハンガリー GP での9位が最高となりポイントを獲得できなかった。チームメイトのアルバースも無得点に終わっている。シーズン終了後の12月21日2006年シーズン終盤に MF1 を買収したスパイカー F1 チームは翌年のラインナップをアルバースとエイドリアンスーティルと発表。 モンテーロは F1 シートを失った。2007年は世界ツーリングカー選手権に参戦しながら2008年からの F1 復帰を目指していたが F1 のシートは獲得できなかった。2007年の WTCC 開催カレンダーにポルトガルのポルト市街地コースでの開催を加わったためポルトガル人ドライバーの参戦を欲したポルトのレース主催者により 当地出身者であるモンテーロが w t c c のテストに招かれ、セアトレオンのステアリングを握った。同年3月6日、セアトスポーツとの契約を結び、この年は w t c c に参戦することを発表した。5月にオランダザントホールとサーキットで開催されるヨーロッパラウンド初戦から参戦し、第4戦フランスポーシュガイチコースでの第1.2レースと第7戦。 スウェーデンアンデルストープサーキットでの第一レースで表彰台に立ちシリーズ11位となった2008年も引き続き WTGC に参戦している第二戦メキシコプエブラでの第二レースで初優勝を飾り地元開催となった第六戦ポルトガルエストリルでの第二レースでも優勝しシリーズ12位となった翌2009年もそれ以前と同様の体制で参戦したが 第5戦スペイン・バレンシア・サーキットの第1レースと、第6戦チェコブルのサーキットの第2レースで、表彰台に立つに留まり、シリーズ9位となった。2010年も引き続き参戦し、第5戦ポルトガル・アルガルベの第1レースと、第9戦スペイン・バレンシア・サーキットの第2レースで、優勝したほか、3位表彰台を3回獲得するなど、コンスタントに入賞し、シリーズ5位でシーズンを終えた。 2011年にはサンレットエンジニアリングに再加入。前年のチームメイトのマイケル・ニュークイヤー、ルーキーのペペ・オリオラと共に参戦した。当シーズンでは前年同様3位表彰台を3度獲得するもチャンピオンシップは6位に止まった。2012年シーズン前半は同チームに残留したが、同年7月にセアとを離れホンダのワークスチーム。 ホンダレーシングチームジャスから参戦することが発表され、第10戦日本、鈴鹿ラウンドよりシビックを買っている。2013年シーズンは引き続きホンダレーシングチーム、ジャスのシビックで参戦、ガブリエル・タルキーニをチームメイトに迎える。第11戦中国、上海インターナショナルサーキットの第2レースで優勝し、シリーズ8位となった。2014年も引き続き、ホンダから参戦。 この年は3度3位表彰台を獲得するも3年ぶりに未勝利に終わる。しかしシリーズでは2010年と同じ5位でシーズンを終えた。2015年も同様の体制で参戦。第5戦ロシアの第2レースと第9戦日本ツインリンクモテギの第2レースで優勝。シリーズ7位で終える。2016年は第2戦スロバキアのオープニングレースと第7戦。 ポルトガルのメインレースで優勝し、他にも5の表彰台を獲得し、自己最高のシリーズ3位でシーズンを終えた。2017年は開幕戦モロッコのメインレースと、第3戦ハンガリー・ハンガルリンクのオープニングレースで優勝し、第6戦アルゼンチン終了時点でチャンピオンシップ首位に立つが、その後のスペイン・バレンシアでのテストで、ハイスピードでクラッシュを喫し、外傷はなかったものの、 医師からのアドバイスで、残りのレースの欠場を余儀なくされた。2018年は WTCC に代わり、新設された WTCR に、元 F1 ドライバー TLE ブーツェーンが運営するブーツェーンジニオンレーシングから、ホンダシベックタイプ RTCR で、第9戦鈴鹿へ415日ぶりに復帰を果たした。レース3では、ポイント獲得後一歩の11位で完走した。 2019年シーズンは香港に拠点を置く KCMG に加入し久々のフル参戦を果たす。チームメイトに TCR インターナショナルシリーズでランキング2位に輝いた経験を持つハンガリー出身19歳のアティラ・タッシを迎える。開幕戦モロッコではレース1で6位、レース2で8位と1年7ヶ月ぶりにポイントを獲得しまずまずのスタートを切る。 しかしその後第5戦まではトップ10圏内にも入らず苦戦を強いられるが、第6戦の地元ポルトガルのレース3でイバン・ミュラーの追撃を振り切り、久々の勝利を挙げた。レース終了後の表彰式でモンテーロが登場すると、地元ファンからのティアゴ、ティアゴのコールが響き渡った。第8戦鈴鹿のレース1では、 ホールポジションを獲得するもペナルティにより4番グリッドからスタートとなるが最終的に3位表彰台を獲得した。しかし、レース3では3位表彰台目前でまだチェッカーを受けてないにもかかわらず無線に気を取られ危うくピットに入りかけるチンジを起こし4位に終わる。最終的に浮き沈みの激しいシーズンではあったが109ポイントを獲得しシリーズ20位で終えた。 2020年は、ダッシュと共に、オール、インクル、デミュニッヒモータースポーツへ移籍。チームメイトダッシュが序盤に2度3位表彰台を獲得したとは、対照的にモンテーロは前半戦制裁を書いたが、第4戦ハンガロリンクでのレース3で2位表彰台を獲得しホンダの表彰台独占に貢献した。第5戦スペインと第6戦アラゴンでは、 重いボップとチャンピオンの可能性を残していた、ファーストチームオール、インクル、コムミュニッヒモータースポーツのエステバン・ゲルエリのサポート役に回ったこともありシーズンの表彰台は、ハンガロリンクの一度のみだった。最終的に79ポイントを獲得し、シリーズ15位となったが、ホンダ勢の中では最下位に終わった。エイドリアン・スーティール・ジョインズ・スプイカー F1、スパイカー F1 公式サイトより、 2006年12月21日付、ハット・モンテーロ・エイムズ・ツーキープレース、シャープ・アヘッド・オブ・レイ・ハチ・フ・イチ・カムバック、モンテーロ公式サイトより。2007年2月12日付、ハット・チアゴ・モンテーロ・テスタシート・レオン・エム・バレンシア、モンテーロ公式サイトより。2007年1月23日付、ハット・ WTCC 参戦。 WTCC 公式サイトモンテイロ公式サイト2007年3月6日付、ホンダ公式サイトより、2012年7月18日付、シアゴモンテイロ、FIA、WTCR、2021年4月15日、閲覧。ありがとうございます。